と。ちょっと。これでやる？どう行けばいいの？これ。すごい人。ここは1階みたいだ。ちょっと待って、グッズがかわいい。え、休憩バージョン、かわいい。うわ、めっちゃかわいい。え、バッチめっちゃかわいいんだけど。感想はお話しますけれども、最高でした。こういう帽子なんかもあったり、いやもう素晴らしかった。最後の最後のお客さんかもしれない。なかなか帰る気になれなかった、すごすぎて。いやーすごかった。すごいって感じ。何なんだろう、これは。ミュージカルシカゴゴースト、ビリーエリオット、伝統、そしてマチルダ、かわいい。まずお客さんの熱気がすごかった。すいません、今日は欠品です。メガネのピッカリからお送りします。お客さんの熱気に負けないぐらいの出演者のエネルギーがすごかった。ということで帰ります。なぜここからって感じなんですけど、たくさんグッズも買ったので紹介しながら動画回したいと思います。もう10時半だ、お腹減った。じゃあね。はい、こちらはですね、マチルダの韓国バージョンのプログラムになります。結構分厚めです。伝わりますでしょうか。こんな感じでハングル文字でキャストやスタッフさんのお名前が書いていることでしょう。韓国のプログラムは舞台写真が多くて見ていて楽しいですね。プログラムの舞台写真が多いようなイメージです。この分厚いのも多分舞台写真が多いからなのかなと思います。かわいい。学校のシーンですね。ここの振り付けすごかったな。これ見てください、このスクールソング。
ハングルで。かわいい。ね、ここすごかった。男性陣、特に。運転しているような振り付けで、腕力というか腕の筋肉がなきゃなかなか大変なんじゃないのかな、歌いながら踊るのは。私が感激した時はこの方が演じられておりました。私このタンゴダンサーが大好きでした。日本バージョンのマチルダにはメリーポピンズの元共演者の方々がたくさん出演されていて、個人的にものすごく楽しみにしてます。わーすごい、かわいい。ハングルなのでアプリを使いながらキャストさんの経歴とかを見てました。アプリで訳しながら見てみると、ビリーエリオットに出演していたキャストさんが多かったかなというイメージです。綺麗。本当に舞台セットといい、衣装といい、音楽といい、振り付けといい、もう全てがクオリティが高くて、見てるお客さん、まあこちら側はすごく楽しいんですけれども、キャストの皆さんはきっと大変なんだろうなって、お稽古どれぐらいされて本番を迎えているんだろうと、はい、子役ちゃんたちですね。オーディションを勝ち抜いてきた子役ちゃんたちですね。優秀なメンバーですね。結構ビリーリオットチームが多かったです。私これ全部ハングルをそのアプリでキャストさんの出演歴を見てたんですけれども、結構時間かかったな。大変だったけど全員見ましたよ。同じミュージカル俳優として出演歴などは気になっちゃいますよね。はい、後半の方にはこうやってお稽古風景の写真が載っております。この稽古中からセットと同じようなものを組んでこうやって皆さん練習されてるんですね。いやーすごいな。その写真があって見ていて楽しいです。買ってよかったなーって思います。こんな感じで韓国のマチルダを感激してまいりました。日本版もめちゃめちゃ楽しみです。出演者の皆さん頑張ってください。そして私が購入したマチルダのこのピンバッジめちゃめちゃ可愛いです。他にも写真載せます。ドン。これはですね、日本バージョンのマチルダに出演される小島有沙さんに頼まれていたピンバッジを購入しました。有沙さんとっても喜んでくれて私も嬉しかったです。そしていつもお世話になっているので有沙さんにはマチルダの T シャツをプレゼントさせていただきました。アリサさん頑張ってください。